クリスティアン・ケイラーは、ドイツの画家である、ザクセン・アンハルト州のベルベンに生まれた。作家のハインリヒクラウレンのメテとして働いていて、有名な画家のフリードリヒ・ビルヘルム・シャドウと知り合い、美術を学ぶようになった。ベルリンの美術学校で教えていたシャドウが、デュッセルドルフ美術アカデミーの校長に任じられて、デュッセルドルフに移ったため、ケイラーも、エドアルド・ベンデマンや、 カール・フェルディナンド・ゾーンといったシャドウの弟子たちと共に、デュッセルドルフに移った。1927年に、デュッセルドルフ美術アカデミーに入学し、1829年から上級クラス、1837年から修士クラスで学び、1837年にドレスデンのブリュール宮殿で開かれた展覧会に、他の学生たちと共に出展し、デュッセルドルフ派の評価を高めた。 1851年からテオドール・ヒルデブラントの教授代理を務め、1955年にヒルデブラントの公認として、デュッセルドルフ美術アカデミーの絵画の教授長になった。1860年頃、体調を崩し南フランスで静養したが、1861年に亡くなった。ケーラーの教えた学生には、ハインリヒ・ホンアンゲリ、カール・ヘルテル、オラフ・アイジクセン、 ヴィンセント・ストルテンバーグ・ラッチー、カール・ハルフデン・シリング、スジース・アフ・シャデルスキー、フレデリック・ウォール・ファールトといった画家がいる。ありがとうございます。